広範囲で家が水没して多くの方が屋根で救助を待っている様子というのが見受けられます。岡山県の倉敷市から中継です。救助ヘリはさらに2人救助して今も救助活動を続けています。そしてですね画面下の方には今大きく白い旗を振っている様子も 見えられます。救助を待っている人が旗をですね白い旗を振っています。そして家のベランダ確認できますでしょうか。二人ほど三人ほどですか。救助を待っているす人の姿肉眼で確認できています。今もまさに救助が行われています。このあたりあと二時間半を日没まで二時間半を切っています。一刻も早い救助が望まれています。えー、李さん聞こえますか。あの多分ヘリコプターが巡回していると思うんですが。はい だいたい何機ぐらいのヘリコプターが稼働しているといいううふうに見えますかはい、この辺りで先ほど救助1人救助してさらに2人救助したヘリはですね一旦現場を離れていまして人を降ろしに現場を離れました、うん、そしてまたもう1機がですね先ほど到着しまして今、現場で救助活動を続けていますただヘリコプターですからまだたくさんの方が残っているようですのでもう少し皆さんね時間がかかるかもしれないですね。 そうですね、まだ時間がかかると思います、えー、そしてです、ね、先ほどあのジェットスキーのお話し,したんですけれども、こちら、地域の人たちが、えー、さらにボートを出してです、ね、<ー>自力で救助をしようとしています、今あ、カメラ捉えていると思いますけれども、はいえー、今、地域の人たちがボートを出してです、ね、救助活動を続けています。すそうですねあの、現場は本当に大変な状況だと思うんですが、皆さん、どうぞ諦めずに救助を待っていただきたいと思います。はい、いありがとうございました。